はいどうもこんにちは、ユアスタースティーブンです。今回はジョジョのアイズオブヘブンの実況第2弾というわけです。そうですね、とりあえず今回も、コンピューターとのバトルなんですが、いろいろリクエストは入れていただいたんですけど、なんかオールディオ、全員ディオで戦ってくれみたいなのがあったんで、それをちょっとやってみたいなと思います。まずディオ、ちなみにコメントの中にこいつらこのディエゴ・ブランドと平行世界から来たディエゴ、この二人は同じチームに入れられないっていうのが書いてあったんですけど、確かにそうなんですよね。同じキャラは入れられないんですよ。だけど相手チームにだったらなんか入れられるらしいんで、僕のチームは3部のディオと、あと平行世界から来たディエゴ、両方時止めディオですね。なんでこの二人を使います。今の声もう一回しようぜ。こんな声ある。しかもこれ絶対これなんだ。とりあえず両方時止めにして、でこっちの一部のディオ・ブランドと、であとスケーリーモンスター使う方のディエゴ・ブランドで、このディエゴとディエゴ性能が違うんだけど、見た目は全く一緒なんで、紛らわしいんで、こっちのディエゴはちょうどスペシャルコスチュームの A があったんで、これを使います。で、ちょっとステージは、見たいものがあるんで、これだね、あった。森王朝。一応、ストーリーモードをクリアすると、こっち側のディオとディオブランド、両方とも吸血鬼なんですけど、両方ともちゃんと太陽の下で使えるようになるってことで、森王朝でやっていきます。特にデュアルヒートアタックの変化はないみたいですね。なんか特殊なのを期待したけど、ないみたいです。はい、やってまいりました、森王朝。空が紫。かつての自分を相手に、掛け合いあるんだ。スタンドだと面白い。そういうとこだよお前、負けるの。なんだこいつは。この格好なんだね。この俺がディオが二人。はい、こっちがワールドを使うディオ。はい、というわけで始めていきましょう。この間よりはね、だいぶ操作も慣れたんで、おそらくまた時間切れでね、もう途中で終わりなんていう風にはならずに、ちゃんと両方倒して終わりにしてみたいと思います。いろいろねコメントでもアドバイスもらったんで、もう大丈夫ですよ。完璧かわかんないけど、いきなり倒されたからね。操作の方は割と前回よりか何かとマシになってるはずなんですよ。なってなきゃ困るんだけどね。とりあえずもうデュアルヒート頼りみたいなとこあるんですけど、いろんな技やってきたよね、どうせ見せるんなら。お、このディオの目、ディエゴの方の目をなんかちょっと面白いんだよな、個人的に。よし、おっとっとっと、木か冷凍砲使ってきたね。3部のディオ、木か冷凍砲全然使わないよね。あとなんだっけ、目からビーム、名前忘れちゃった、なんとか合図。お、来た、これ、ちょっと行かせて。これですよ、カフェドゥマゴでディオは何を飲むのかっていうのを見たかったです。休憩。ちょっと待って、コーヒーじゃねえの？今絶対こいつ生き死飲んだろう。今ディエゴ生き死飲んだね。スケーリーモンスター発動してる。やばい、強い。上ちった。スケーリーモンスター中はね、一切なんか攻撃を受けてもひるまないんですよ。だから全然ぶっ飛ばないし、厄介なんですよね、スキャリーモンスターになられちゃうと。もちろんね、ナイフゲーというか、ナイフ飛ばすやつもありますよ。なんか、空中で硬直してたね。はい、プッツンキャンセル。前回教えてもらったやつ。説明書をちゃんと読まないんでね、僕。なんだ今の、なんか間違えたね。よし、順調かな。今んとこ僕まだ体力3つ分ある。よし、行け、デュアルヒートアタック。行くぞ。好きにしろ。コンボの中でデュアルヒートアタック出すといいですよっていうのも同じ人に教えてもらいました。ありがとうございます。強いね。
あ、倒した。とりあえず一部のディオは倒したのかな。あ、ちょっと目からビーム。ああ、最後っぺ出してきたよ。よく役に立ってくれた。おいおいおい、やばいやばい、まさか、あ、止めてきやがった。時止め返しできるけど、なんかもったいない気がするから、まあここはいいかな。一応ね、僕の方も、あ、時止め返しってか僕のチームか。そうだそうだ、勘違いしてた。味方がやってくれたんだね。そうか、まあなおさら意味なかったね。止めた中で自分が動けるようになってもしょうがないし、個人的に動きたいってところが、あ、倒しちゃった。時止めする前に倒しちゃいました。まあいっか、これはこれで。やっぱ懐かしいんだね。使ってないもんね、3部で。勝つのはこのディオだ。このディオでしたね。さあ、ランクは、おタイム S、 ライフ S、 クオリティ B、 ジョジョリ DC、 総合ランクトータルで A ですね。あ、これ結構いいね。前のタイムアウトでね、途中で終わっちゃったより比べたらよっぽどマシですよ。そして今回はもう一個なんか戦ってみようかなと思います。ちょっと面白いもん手に入れたんで、ジョセフとシーザー、まあこのコンビだよね。それとどうしようかな、もう普通にエシディシと、お、ちょっとスペシャル A と、あとカーズさん。思いません。例のジョセフですよ。スペシャルコスチュームの。で、シーザーとジョセフはね、特殊デュアルヒーターアタックって言って、普通のやつと違うようになってるけど、エシディストカーズは特にそういうのないんだね。なんか仲間の2人だからなんかあるかと思ったけど、意外とないんだ。さあ、どんな反応か。ジョジョとやら、貴様は面白いです。マセル、そうなんだよね、この格好。うん、シーザーは特に触れない。はい、というわけで、女装ジョセフ、なんだろうな、ジョセコ、いや、なんだろう、ジョセフィーヌ、ジョセフィーヌで行こう。ジョセフィーヌで行きます。すごいよね。なんかこれやるとね、コスチュームだけじゃなくて周りの反応とか、あとちょっとアクションとかセリフも変わったりするんで面白いですね。ちなみにさっきね、あのジョジョって誰みたいな反応はしてたんですけど、まあ第2部のね、例のナチスのところへ行く時も、ジョセフはあのどうやらこれで本当にごまかせると思ってたらしいです。うん、だからこれでもうあのみんなを騙して、なんだろう、もうその関門を食いかがら食いね、知ってたわけですよ。喋りながらやってるとどうにもね、喋りにさんね、あ、いや、カフェドゥマゴが開いたからちょっと燃えてるな。ジョセフはなんだろう、どんな定期いらっしゃる。それさ、持ってくやつじゃん。そう、私はテキューラスを持ってまいりましたの、通ってもよろしいかしら、無法っていう感じで、入っていこうとしてたんだよね。絶対無理だろっていう。で、それで、警備員たち、まあ、軍人、ナチスの軍人たちは、なんか、なんやかんやって蹴られて、タコスって言ったんですよね。とりあえず、戦況的には、あ、シーザーがちょっと1個減らしてるな。なんとか頑張ってほしい。さっきからクラッカーブーメランしかやってないな。とりあえず波紋をね、おっと、シーザーがデュアルヒートアタック決めようとしてたけど、ちょっとうまくいかなかったみたいですね。ちょっとなんか武器でも調達しに行こうかな。あったあったあった、何が出るかな、行くわよ。あー、ボタン間違えてる。おー、とりあえず罠も貼っとこう。シーザー大丈夫？一人で頑張ってるね。ごめんよ。大丈夫か？とりあえず SDC。おっと。どうだろう？このでっかいハンマー使いづらいんだよな。発動までにためが長くてさ、
隙だらけになっちゃうんだよね。とりあえずどうしよう、クラッカーボレーでも投げといて、どうしよっかな、使いづらいな。なんとかつなげて、あーダメだ、やっぱりダメだね。このでっかいハンマーはほんと使いづらい。多分当たったらね、あ、来た来た、ほら当たると、まあまあ、あーでも当たってないのか、これ2人で並んで、そう、そろそろあれかな、デュアルヒートアタック、この状態でやったらどうなるんだ。さあ、なんとか打ちたい。もうちょいちょい、女の人喋りの、あ、邪魔しないと。ちょっと何やってん、あー、邪魔すんな。アルティメット、あーあー、あー、誕生しちゃった。誕生日迎えちゃったよ。めんどくさいぞ、これ。さあ、デュアルヒートアタック。真面目にやれって話。あれだよ、あれ。作中では2人同時にね、戦うってことはなかったんだけど、なかったよね。うわ、手がタコになってる。ああ、それちょっと俺の武器投げやがった。お、トイプソン機関銃か、ちょっと回復しようっと。敵ラッシュなんかキャラクターによって飲むものも違うのかな。あ、消えちゃった。やばい、SDC が追ってきてる。シチュー。よし、ちょっとトップソン機関銃で。はい、ドーン、とどめ。よし。なんとか倒した。でもシーザーが体力危ない。こっち3つあるけど、シーザー残り1個だね、体力。まずいぞ、これ。なんで2人とも何止まってんだよ。ほら、偶然当たったよ今。お、いけいけ、すばしっこいな。こいつ飛ぶのかな。あ、ちょっとくる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 、うわ飛んでる、いいな。あ、回復、何やってんの。それで回復したの。もうちょいで倒せると思うんだよな。あ、カフェドゥマゴオープンしたけど、もう倒せるね、これ。はい、倒したー。なんとか、とりあえず勝ってたね。シーザーが結構ギリギリだったけど、まあ、なんとか倒した。まさか、俺の女性に問題があるのか。あり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 。アリデブルチですよ。お前の刃よりも、シャボンカッターの方がいい。シーザーはとりあえず触れないっていうね。これは C だね。さっきほどじゃない。タイムがどうも長く時間かけすぎたみたいだね。まあでもこれはこれでよかったのかな。はい、というわけで以上で Eyes of Heaven の実況第2回目いかがだったでしょうか。とりあえずね、また気が向いたらやろうかなとは思ってるんで、よろしかったらまたなんかリクエストあったらコメントしてください。それではまた。